65号では中央部後方の左側のサイドボードを取り付けます。今回付属するパーツです。前回と同じ要領で車体を裏にして指定箇所へパネルをはめ、ネジ P2 本で隙間がないように確認して固定します。ハンドルをランナーから切り離し、車体の色に合わせて茶色が3個、緑が2個のハンドルをそれぞれ接着剤を使って取り付けます。連結部品もランナーから切り離し、突起のある方を前方に向くようにして接着剤で固定します。最後に付属した履帯を組み立て、55号で完成させた履帯に接合します。今回完成すると全部で41個になります。これで65号の完成です。